はい、こんにちは。夏休み電子工作シリーズです。なんと、オルゴールを皆さん作ってみましょうよ。オルゴールなんと350円。毎度おなじみ秋葉原の秋月電子さんで350円で売ってました。これを作るだけで、なんとオルゴールが、ハッピーバースデーが流れるらしいですよ。350円から始める電子工作。そんなのも素敵じゃないですか。では行ってまいりましょう。動画のね、前後がどうなってるかわからないのですが、光に反応するオルゴールというのを、先日失敗してしまったところですね。なのでこちらのオルゴールはめぐみさん何としても成功させたいでござるよ。今回は炭酸電池で動くようです。マニュアルが日本語です。秋月電子さんが作ってるキットなんで、まあ、秋月電子さんが作ってるマニュアルなんでしょう。すごくわかりやすいです。いやー、なんだろう、前回のキットは悲しい感じでしたね。今回は成功させないはならない。なんとしても意地がありますから。そんなわけで、じゃあこちらの電子工作やってみたいと思います。必ずね、女性の、家には必ずあるこちらハンダゴテね、女子には必須ですよ。これが使用されます。これが必要になってくるんで、ハンダゴテをね使っていきたいと思いますよ。ではこの基板ですね。お、すごい、見て、基板に電池、スピーカーとか黒、白、プラスマイナスとか GND とかすげえ振ってある。本来だったらこういったブレッドボードじゃないや、なんだろう、生の基板っていうんですか、こういうものでやんなきゃいけないのですが、さすがここは、プラレールじゃない、プラモデルみたいなキットですよ。ちゃんとできてる。で、マニュアルもあるんで、これはさすがに失敗しないかなと思いますよ。よし、じゃあ行きましょう。まず、どっからつけんだ ?1 の場所に、R1 の場所に、何を言ってんだ、よくわかんないんで、これを見た通り作っていきましょう。気にすることはない。気にすることはないのかな、回路図を見て作っていった方がいいな、これ。その方が、多分いい気がする。抵抗の取り付け。もうなんか女子向けだもん、これ、ほら。抵抗の取り付けっつって、音符マークついてるから、ちょっと女性向けですね、このキットは。だいぶ女子にアピールしてる感じです。66。ここかな。大丈夫か?写真ないの?さすがにそこまで甘くないか。写真はないね。大丈夫でしょう。まあ心配だけど。心配だけどいいや。抵抗つけましょう。これもね、プロの抵抗ニストさんは、ここの、抵抗のね、わかるかな?うつんない?ここの色と線の数によって何オームかってわかるんですよ。1K とかね、100とか200とかね、抵抗の数がわかるのですが、めぐみさんは、そこまで熟練度がないのでわかりません。こんな感じかな。で、裏側を、ハンダ付けしろと。よし!じゃあ、ハンダしたいと思います。女子に必須のね、春色ハンダゴテ、いってみたいと思いますよ。難しいぞ。オッケー!いいね。ちょっともう、シャッピーしないと。見えないね。よいしょー。これね。ちょっとこいつら、加熱して壊れるって嫌だから。いくよ。オッケー!多分、大丈夫。ちょっと小手先が細すぎて使いづらかったな。うん、まあいいや。はい、ハンダゴテ終了。では、これを切るのですが、本当はこのグッドスマイルカンパニーのやつはプラモデル用なんで、プラスチック以外を切ると刃こぼれします。で、私鉄を切るための、ちょっと安めのねニッパー使ってたんですけど、これをね、もうちょっとこれへたっちゃってるんで、このニッパーをこっちで使います。よいしょ。 OK、 まあ大丈夫でしょう。大丈夫でね。もう隣にひっついてなければ大丈夫なんですよ。ちょっと待って、メガネ外します。怖いけど大丈夫だと思います。では次。コンデンサーつけましょう。コンデンサーどこだ?コンデンサーここか。これだな。よいしょ。コンデンサー。よいしょ。コンデンサーをつけます。コンテンターじゃないですよ。コンテンターは再導線、再送電が必要。アバロン、だが、アバロンの治癒力は自称にも有効。それじゃないです。小手先違うのかというよりも新しいハンダゴテ買おうかな。またそんな道具ばっか買っても上手くなるわけじゃないんですよ。やばいぞ、失敗した。落ち着け。あー、また失敗した。やっぱダメだな。たまにやんないと全然上手くならない。どんどんできなくなっちゃう。よし。あー、では、コンテンターは再装填が必要。ちっちゃ
います。はい、コンデンサーも OK と。へー、表側はこんな感じ、抵抗とコンデンサーね、裏これ。では次行きましょう。これやっぱもうプラモデルと一緒ですね。トランジスタ、トランジスタ、トランジスタつけましょう。どこだ、トランジスタは、どこだろう、ここだな。で、こうでいいのかな、向きは。向きこうだよな、こうとしか考えられないもんな。トランジスタを、むずい、むずかない、むずかないわ。よいしょ。これもう思うんだけど、接着剤で止めてもいいんですよね、正直。だって、いやでも、企画の趣旨的にハンダ使うけど、ホットガンみたいので、やっちゃってもいいし。ここがあまり長くとどまるとトランジスタがダメになってしまうので、 OK。 あー、むずい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 、なんでこんなちっちゃいキットなんだこれ。 OK、 もうちょい手が触れる、手が触れるでござる。小手先がもっと太いのが使いやすいんだな、やっぱあれが。これ売れてなかったもんな、正直。では、じゃあもう一個のランジスタつけます。よいしょ、かわいい、セイバー。これでこっちかな。うわー、ハンダや、悪夢だな、ハンダは。ほんとハンダは好きになれないわ。これ多分一生好きになれないな、ハンダは。あれ、なんか、取れない、取れた。絶対ハンダは一生好きになれないわ。うわー、むずい、超絶むずい。大丈夫か、止まるとくっついてないか、本当に。うわ、当たんなかった。当たんなかった。オッケー。オッケー。隣とくっついてたらアウトなんだけどな。難しいわ。ハンダだけは本当に。まあ、ハンダだけではないんだけど、全部耳下げたくさん下手くさんだけど、ハンダの難しさは異常だよ。メロディー IC の取り付け。やっちゃったかもしんねえな、なんか、なんとなくやっちゃってる気もする。曲線があります。赤線？なんでわざわざここ穴通さなきゃいけないんだろうな。一応通せって書いてあるから通すけど。赤。赤からいきますか。じゃあ赤からいきますか、まず。よいしょ。ちょっと待って、ちょ待てよ。オッケー。じゃあ赤からいきましょう。やっぱ赤は主人公ですから。赤からいこう。赤は主人公機ですから。おー、いいね。結構うまくついた。はい、次、黒。アニメじゃない、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 本当のことさ、つてるるるる。よこせー。赤。青、黒。よし、黒。オペレーション黒。ちょ、やりづらいんだよ。いや、面白いんだけどな。難しいと。いや、なかなかくっつかない。あれ？あ、いったいったいった。うわぁ、なかなかダマが取れないよ。お母さんって感じになっちゃう。ダマが、ハンダゴテのダマが取れないよみたいな。よし、これでいいや。で、電池ケース、電池ケースを最後につけて終了ですよ。いよいよできちゃうんじゃない、オルゴール。逆だね、逆だね。大丈夫か、本当に不安しかないな、これは。こういうのは、よいしょ。
逆や逆、赤からつけよう。これもやっぱヒーローですから赤は主人公。テンテンテレツテテレテテンテンテンテレツテテテテテテレテレツテテテテテレレテレレレレレレレテレツテツテテレレ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 羽ばたくよ。あぶね、電子コテ、あぶね、電子コテ。あ、取れない、なんだ。いいぞ、参るぞ。おっしゃー、いいね。慣れてきた、ちょっと慣れてきた、ハンダムでも。これで、完成、アップします。アップじゃない、引きます。ちょ、もしかしてまた全然フレーバーズで目立ってるな。これで、電池か。エネループ、エネループ、エネループったらエネループ。では、音が、なるのか楽しみですが、行ってみます。行くよ、よいしょ、来た。やったー、やったー。いや、たったこれだけだけど、なんだろう、私にとっては小さな一歩かもしれないけど、人類にとっては偉大なる一歩だ。これはやったぞ、やった。やっぱ嬉しいね、この完成した時のなんか動いちゃう感が嬉しい。なんだろう、パソコンとは違うよね、嬉しさが。喜びが特殊だよね。プログラミングなんかでもあれもやっぱパソコンの中だからね、パソコンを完全に離れてこういう風に機械として作れると嬉しい。そんなわけで、ハッピーバースデー小型電子オルゴールキット誕生日プレゼントに添えてなんて書いてある。いいね、これちょっとさ、誕生日プレゼントにはいいんじゃない？もうなんか、女性が男性にプロポーズするときに、あのね、女子力のアピール？うん、女子力のアピールとしては最高かなと思います。はい、そんなわけで、ハッピーバースデー電子、小型電子オルゴールキットを作ってみましたという動画でした。秋月電子さんで売ってます。よかったら皆さんもチャレンジしてみてください。必要なのは、ハンダとハンダゴテ、これだけです。他は、いらない。他は、なんだろう、勇気、希望と勇気だけ持ってればできます。で、また次回に会いましょう。バイバーイ。